こんにちは、速稼塾の久保です。今日はね、こうやってお茶を飲みながら焼肉を食べながらね、お話ししたいと思うんですけども、偽札というテーマだったんですよ。私がちょっとね、不意に思い出したんですけども、十数年前、20年ぐらい前だったかなと思うんですよ。私はまだ20代の頃だったんですけども、あるイベントに出て、最後にお楽しみ会かなんかで札束をプレゼントするみたいなジョークがあったんですよね。まあ、それっていうのは、そこの会の主催者の方が1万円札をね、なんかコピーして、本当にコピーしてですね、札束にして、はい、あげるみたいな感じで配って、なんだコピーかみたいなんで、みんなでわーっとね楽しむみたいな会だったんですけども、私そこに初めて参加して、これ大丈夫なんかな、これだってもしね、参加者の方が持って帰ってその辺で使おうとしたら誰が罪になるのかなと思って、ちょっと笑えなかったっていう思い出があるんですよね。まあ、どこの誰がそういうことを主催したのかもうすでに忘れてしまったんでわからないんですけども、なんかね、確か紙幣の偽造って使うのも犯罪なんですけども、作るのも犯罪と。で、作ろうとして原版を準備したりとか、例えばスキャナーで何かね、画像をね、お金の画像を取り込むのも確か犯罪だったんじゃないかなと思うんですよ。まあでもね、ネットで検索すると結構1万円札の画像とかが正確に出てきたりしますよね。あれは何なんでしょうね。で、今家庭用のプリンターってのが5000とか1万円とか2、3万で出てるじゃないですか。その家庭用のプリンターのそのスキャンの部分に、まあコピーを目的じゃなくても何でもいいんですけども、お金をポンと置くだけでも確かね、これね、犯罪に当たるんじゃないかなと思うんですよね。その可能性が非常に高いと。もちろんね、なんかね、お掃除をしている時にお札がピラピラピラってなってプリンターの上にたまたま落ちましたっていうのは、それはちょっとね、そこまでは違うと思うんですけども、まあでもね、最近のプリンターはそのものによっては通報機能がついていて、まあコピーをしようと電源を入れた状態でお札をプリンターの上に置くとアラートが鳴ったりとか、そもそも Adobe Photoshop とかでお札の画像を取り込もうと思っても取り込めなかったりするんじゃないかな。そういう風な防犯機能がついてるんじゃないかなと思うんですよ。もちろん私試したこともないですし、そんなこと思いもやらなかったんで、今ねこうやって話しながらも、でもそんなことするやつもいるだろうなとか、子供がいたずらでなんか1万円札を吸ってお父さんお母さんをお年玉だよとかいうのもね、頭に浮かんじゃったり今するんですけども、まあ、絶対やっちゃいけないのがお金のことですよね。まあ、今ねデジタル通貨とか、それからスイカみたいな電子マネーとか世の中出てますけども、まあそこがギリギリなんじゃないですかね。まあそれからテレビドラマでなんか身代金でなんかね、お金をこうジュラルミンのケースとかに入れてる面とか、まあ、未だにあると思うんですけども、まあ、ちょっと古いですかね、身代金で現金を要求するってのは。でああいうのも多分フェイクだと分かっている、お札に似せたようなやつをリアリティを損なわない程度にやってると思うんですよ。例えばお札の大きさを明らかに変えたりとかね、字体を全然違うようにしたりとか、透かし絵を全然別の人にしたりとか、分かりませんけど、そういうふうにしてんじゃないかなと思うんですよ。で、それから何ですかね、なんか観光地とかに行くと、そのお土産でね、おもちゃの1万円札とか10億円札とかね、そのお札の扇子とかメモ帳とかって売ってると思うんですけども、あれがだから許容範囲じゃないですか、ギリギリので。手品で1万円札を燃やすみたいな感じのとかあったりすると思うんですよね。であれってのも1万円札に似せた小道具として使ってる分には手品師でも結構ね危ないんじゃないかなと思うんですよ。ですんで1万円はまあそのもの本物で、なんか燃やすやつはその瞬間になんか新聞紙かなんか代替した紙に入れ替えて出たりとかするんじゃないかなと思うんですよね。とにかく国家反逆罪ってものがあるとしてね、その次に重いのが、まあお金を作るってことだと思うんですよ。だから国家っていうのは結局お金を使って国民を支配してるわけなんですよね。多くの方がお金を欲しがって、働く。納税には現金が必要だから働く。で、お金を隠していると場合によっては罪になったりとか、お金をごまかして誰かに渡してもそれもダメみたいな感じでね。とにかくお金の流れのあるところには国の目が光っていて、この国と同時に国民を支配しようとしている、その本質がお金だと思うんですよね。だからお金が必要のない世の中になっちゃうと、
誰に対しても支配権が行使できないので、実は権力体制っていうのはいとも簡単に壊れちゃうんじゃないかなと思うんですよね。だから今暗号通貨みたいなのが出てきてね、どんどん金融庁の許可を得てますけども、そもそも許可を得なくちゃいけないっていう時点でもうね、現金と同じなんですよね。でしかもお金の行ったり来たりがずっと監視されてるわけですから、もしかしたら現金を持っていて炭素預金にするよりも暗号通貨に統一された方がね、それこそコピー機でコピーもできませんし安心なのかもしれないですね。まあお金についていろいろ考えることがお互い多いと思うんですけども、まあお金をね作っちゃう、偽札を作っちゃうって発想はやっぱりアウチですよね。だからどうせ作るなら本物を作らないといけないんで、造幣局に就職するみたいな話になっちゃいますけどね。で今度2024年に お札がまた変わるんですよ。なんか安っぽいデザインだったような気がしますけども、なんかこれからね、どんどんお金がデジタル化されていく時代にそぐわないなと思いましたね。新札を作っちゃうみたいな。逆に旧札返りしたらどうかなと思うんですけど、どうですかね。聖徳太子のお札をもう一回使いましょうみたいな感じで。そもそも日本は古いお金をそのまま使っても通用しますんで、通常国がお金をすり替えるってことは、日札が蔓延しちゃって手に負えないから新しいお金にするって形なんですけども、日本の場合出のみって言って、あれですよね、タンス預金をあぶり出すためにやるわけですからね。だからそう考えていくと、国によってのお金による人民の管理っていうのが結構手綱を取れなくなってきたのかなって見ることもできるかなと、まあそんなこと思いながらの今日の放送でした。まあお金を個人的にプリンターの上に乗せちゃう行為とかコンビニとかでね、気軽にできることはできますけども、犯罪なんで絶対にやらないことですよね。確か懲役1年から3年ぐらいの有期刑になると思うんですよ。執行猶予もあるかもしれませんけども、そもそもそういう割に合わないことはね、やらない方がいいです。1万円をコピーするよりも1万円を稼ぎに行った方が絶対にね、簡単ですし、それから1万円を稼ぐってことは1万円を払った人がいるってことなんですよね。1万円払った人って1万円以上の喜びがあったから払うことなんで、お金を稼ぐってことは誰かを喜ばしたってことなんですよ。だから逆に言うと、お金がもらえないってことは払うほどには喜ばしてないかなってところなんですよね、きっとね。だから一生懸命やっても手取りが低いっていうふうに感じるとしたら、おそらくその職位か作業か業界がもう人に求められなくなってきたのかなってところなんですよ。まあ、例えばお弁当なんてね、1食300円とか1キッパーとか、まあ、500円以下でいっぱい選べるわけですよね、ランチとかって。っていうことは、これはね、過度競争に入っていて、500円以下のランチを展開する人がもうかなり多くって、お昼ご飯を食べたい人が例えば1000人いるところで、お弁当は3000個とか出てるんじゃないですかね。だからしのぎを削って少しでもいいものを安く出そうとして、その3000個の弁当が1000人の顧客をターゲットにするわけなんですけども、でも1000人の人がね食べるランチって基本的に1000食じゃないですか。中には弁当2個食べる人がいるとしても、1000個の3000個作った弁当の1000個余っちゃうわけなんですよ。だから誰かがロスを引き取らなくてはいけなくって、誰かが割り置く、まあそれが資本主義の仕組みなんだろうなと思いますよね。ということで4時半になりました。洗濯物干してきます。まあ偽札作りは絶対にダメということでね。それよりもお金を稼ぎに行った方が人に喜ばれて
自分も嬉しいということですよね、きっとね。じゃあ行ってらっしゃい。